ハードオフで買った一体型パソコンです。メーカーは NEC です。型番は PC-VN770SSR の E3。 税込み1万1000円でした。外傷はないですね。画面も傷はないです。付属品はコンセントのみです。ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウスの類はないですね。多分リモコンも存在していたんだろうけど、それもついていません。何にもついてないので、本体と電源だけだから1万1000円だったのかもしれません。CPU は i7 の 4700M9 でしたね。メモリは 8GB で、調べたところメモリスロットは2個あって、1枚に 8GB が入っているので、後々もう1枚 8GB を入れて 16GB にしてみようと考えてます。使用はハードディスクです。 SSD の 1TB ぐらいのがあるので、それもいずれ交換していきたいと思います。スピーカーはヤマハです。ちょっと期待してます。とりあえずキーボードとマウスはうちにあったので USB で接続して使っていくようにします。外観です。液晶は IPS らしいです。モニターの下にスピーカーがあるようです。台座は割とちっちゃいですね。上面ですね。テレビのボタンと電源ボタンがあります。アンテナつなげばテレビも入れるのかな。背面です。LANケーブルはつなぎました。USB ポートが4つついてます。これ青いから USB の 3.0 が4つついてるのかな。拡張性はいいですね。コンセントとテレビ用のアンテナですね。地デジだけ見れるようです。HDMI 端子です。これ調べたんですけど、他のパソコンをつなげてモニターとしても使えるようです。取説がないので何分分かりません。
左側面です。USB ポートがここにも 2.0 用ですね、2個ついてます。拡張性はいいようですね。マウスとかキーボードが付属してなかったので100均で買ったマウス、 USB マウスとこのキーボードを延長ケーブルと家に転がってた USB の3分配のやつを使ってつなげて電源を入れてきます。キーボードとマウスをパソコンにつなげました。とりあえずアンテナ線があったのでつなげてみました。テレビつくかな。カードが入ってないようです。そのままパソコンが立ち上がってきました。セットアップをしていかなきゃなんないようです。この後セットアップをしていきます。今回はここまでです。